日本福島県藍津若松市日清町日清町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0861。藍津若松市市街地の西部に位置しており、藍津若松市立日清小学校周辺を町域と、する。町名は、前述の日清小学校による。藍津盆地の南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬瀬なぎ川やその支流などにより形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を形作る。東は中町、西境町、西は緑町、八日町、西七日町、南は本町、北は七日町、大町に接する。現在の鶴ヶ城中西、周辺地域は、 相模国民浦市の一族、足氏によって領されていた。足氏は城を築いて、これを鶴ヶ城と称したほか、周辺には、重臣や商人が集中していたとされる。その後、伊達正宗の入城を経て、豊臣秀吉の奥州市置により、ガモ氏里が入り、城下を若松とした。江戸時代、藍津藩により、周辺が治められていた時代において、 現在の日清町周辺は、山戸町、東馬町、東馬中町、張山町、吉久町、赤井邸、西名古屋町など、若松城下の一部だった。各町の外洋山戸町、大戸町は若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、東馬町の北に続く幅島あまりの通りであった。この町名は、慶長頃に、 させやまとが老頭を置いたことによるとされており、町内の寺院、金剛寺、光明寺はそれぞれ城郭内部の米台、五の日の戸から移されたものであるとされる。針屋町針屋町は若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、吉久町の北に位置する幅三軒余りの通りであった。町名は、針孔が多く住んでいたことにより、職人、 商人が主に住んでいた町であったとされる。吉久町、吉久町は若松城下の城郭街北部、当時の下町に属する町で、東間中町の北に位置する幅3軒余りの通りであった。かつて、佐世山との名護が住んでいたことから、山と名古屋町と呼ばれていたが、その後、新言宗法、三寺の別名、禅酒火寺により、禅酒火町。 さらにその後、吉久町となったとされている。主に塗り職人が住んでいた。東馬帝東馬帝は若松城下の城郭街北部、当時の下町に属する町で、南側は赤井帝、北側は大和町に接し、京林寺町の西側に位置する幅島の通りであった。東馬帝は東馬町とも書いたほか、職人、商人などが住んでいたとされる。また、町名は、 遠間山東明寺があったことによるとされる。遠間中町遠間中町は若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、遠間町から西黒川分に至る幅島の通りであった。塗り職人が主に住んでいたとされている。町名は遠間町から分かれた通りであることに由来しており、中町、河風の地名も見られた。 ケ林寺町、ケ林寺町は若松城下の城郭外北部、下町に属する町で、ケ林寺町口各門から北方向に七日町まで続く通りであった。町名の由来は、ケ林寺と呼ばれる道場がかつて存在していたことによるとされる。また、かつてケ林寺町内にあった常住、常樹寺、上光寺などの跡地は町屋敷となっており、主に商人が住んでいたとされる。 赤井帝、赤井帝は、若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、諏訪四谷の北に位置する通りであった。町名は、足梨の進化である赤井稲葉が、老頭と共に住んでいたことによるとされており、商人が住んでいたほか、町の北には、窪内とも言われた、自衆、最高寺があった。西名古屋町。 西名古屋町は、若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、融通寺町の北側に接する通りであった。町名は、かつて名古府古を置いていたことに由来するとされている。若松城下に大きな被害を残した、母親戦争の後、明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編された。現在の日清町周辺では、 はりやまちの西半分が分割され、それぞれ若松はりやまち、若松はりやめいこやとなったほか、やまと町も分割されて、若松上やまと町、若松中やまと町、若松市もやまと町となった。また、後に一部、または全部が日清町となる、吉久町、東間町、東間中町、赤井町、西めいこやまち、京寺町、北小路町、 ゆうずうじ町もそれぞれ、若松義久町、若松東馬町、若松東馬中町、若松赤井町、若松西名古屋町、若松京林寺町、若松北工事町、若松ゆうずうじ町と若松を干渉するようになった。その後、これらの町は1889年に町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となったほか、合わせて、 若松を干渉しない上山都町、中山都町、下山都町、針山町、針山名古屋町、東馬町、東馬中町、吉久町、赤井町、西名古屋町、京林寺町、北高寺町、有頭寺町の町名となった。1899年には若松町の市政志向によりそれぞれ若松市の町名となる。また、後に一部分が、 日清町の一部となる、高座市村が1889年に成立している。1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合津若松市となったことから、伊碁城や和町、針山町、東間町など、周辺の地域は、同市の町となる。その後、1960年代に、 会津若松市の住居表示が実施され、現在の日清町周辺も対象となる。そして、1965年、旧来の上山都町、張屋町、張屋名古屋町、東間町、東間,間中町、吉久町、加えて中山都町、赤井町、西名古屋町、京林寺町、雄図寺町、北高寺町、高座市町、市町大麻黒川のそれぞれ一部により、 日清町が誕生し、現在に至る。また、現在の日清町の内東側は、旧来からの市街地であったが、西部は、戦後に日清小学校ができてから急速に宅地化した地域である。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。灰、はい、から山町域東側を通る福島県道59号。 藍津若松三島線などで藍津の売り合い自動車によるバスが運行されている。また、観光向けのバスとして、ハイカラ山、赤部、絵が運行されている。系統 AB、藍津若松市の重機人口。藍津若松市。2017年8月9日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。 AB 角川日本地名大辞典7福島県 P9101983 角川日本地名大辞典7福島県 P3381983AB 角川日本地名大辞典7福島県 P8331983AB 角川日本地名大辞典7福島県 P6801983 角川日本地名大辞典7福島県 P4841983 角川日本地名大辞典7福島県 P4951983 角川日本地名大辞典7福島県 P4951983 角川日本地名大辞典7福島県 P3431983 角川日本地名大辞典7福島県 七福島県 P581983 角川日本地名大辞典7福島県 P6381983 角川日本地名大辞典7福島県 P3471983 角川日本地名大辞典7福島県 P6421983 アイズバスロセンズアーカイブド2010年5月14日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ハイカラさんのご案内、アイズ・若松市観光物産協会。ありがとうございます。